珍しくアイスのゆずシトラスティーを飲みました。普段カフェインが入ってるものを取らないから、たまに取るとねめっちゃ効くんですよね。おたかつで疲れてたのでエナドリ的な感じで紅茶を飲んでました。この日はおたかつがメインだったので、持ってきたのは持ち歩き用のトラベラーズノートだけです。M5 の雑記は万年筆で書いてるので1本だけポーチに入れて持ってきました。相変わらずね、画角が安定しない。朝に別の手帳で書いた雑記も入れてきたので、その続きを今から書いていきます。おたかつをした日はね、終わってからすぐに雑記を書かないと細々したところを忘れてしまうので、HMV と同じ建物内に入っているスタバが空いていてラッキーでした。この日はね、スキズ以外の界隈のアイドルもイベントをやってたみたいで、スタバにオタクがいっぱい集結してました。詳しく調べたわけじゃないんだけど、その界隈のアイドルの CD の発売日だったみたいで、 HMV 限定のトレカあるんだろうなと思いながら、そのオタクのレジの列を見てました。ストレイキッズも11月13日に日本でのフルアルバムが発売されるのが発表されたので、普段 CD を買う時はネットでしか買ったことがなかったので、1回はねこういう風に店舗に来てどれか引いて、地引きできなかったら交換してもらうみたいなことを経験してみたいなとは思ってます。まだね CD の予約してないんですよね。発売日の翌日に東京ドームのライブがあって、そのライブ会場で絶対会場限定のトレカつけて売るんですよ。東京ドームのライブのファンクラブ限定の二次選考の当落がこの間発表されたんですけど、申し込んだの全落ちでした。あと1回ファンクラブ選考の抽選があるので、それに全てをかけます。1枚はチケット取れてるからまだ安心なんだけど、私ね日本公演の最初の日に行きたいんですよね。ワールドツアーでしかも韓国公演の配信を見たので、もう衣装とかセトリとかは分かってるんだけど、日本の公演で変わることもあるじゃないですか。それがねどうしてもどうしても最初に見たくって、11月14日のチケット取れるように祈ってます。
皆さんも祈ってください。オタクの話になって手帳のこと何にも説明してない。万年筆はセーラー万年筆のプロフィットジュニアの黒金っていうのを使ってます。インクはセーラーの四季折の金木犀を使ってます。もうね、10月だから気分だけでも秋っぽいのを使いたいなと思って、10月から金木犀を使い始めました。この金木犀派手すぎるかなと思ったけど、書いてみたらね、濃淡が可愛くて、しかも明るいけどはっきり見やすいので、秋に使うインクにおすすめします。カートリッジだったらね、安いから手軽に使えると思います。私もカートリッジのインクを今使ってます。この日はスタバで雑記を4枚書いてました。1回ね、書くと止まんなくなっちゃうよね、こういうのって。そろそろ雑記書くの終了しそうです。終わったかな。この時点で15分くらいかな、雑記を書いてたの。次はね、ミュージアムで買ったグッズをちょっと気になりすぎて開けようとしてます。今回このリヒトラブの英語のクリップファイルにクリアファイルを挟んだものを初めてオタ活に持って行ったんだけど、硬さがあるからトレカとかグッズが折れないで収納できてとても良かったです。おすすめします。今ラントレを開けようとして、100均で買ったすっごいちっちゃいハサミを出してきたんだけど、このハサミでどうやっても切れなかったので諦めて手で開けました。ラントレは1枚だけ買いました。誰でしょう。ピリだった。すっごいね、このピリかっこいい。入場特典でね、アイエンを地引きできたので、ラントレももしかしたら出るんじゃないかなと思ったら出ませんでした。欲張っちゃダメだね。ラントレを開けたので、またその結果を雑記に書いていきます。何気にラントレを買ったのも初めてかも。ランダム商品って私買わないんですよ、めったに。自分で持ってるラントレってメルカリで選んで買ったやつかいただいたものばっかりなので、このピリ記念すべき初ラントレ地引き、なんていうの。初めて自分で引いた記念のラントレになりました。なんかね、一回雑記を書き出すとあれも書いてないこれも書いてないっていうのを思い出して、またなんか長々と書き始めてます。オタ活の後の雑記はこの後にどこに行こうかとか、そういうのを考えたことを書いたりしてます。今はね、お昼に行こうとしてたパスタ屋さんがまさかのこの日定休日でショックだったっていうことを書いてます。でもカニチャーハン美味しかったから別にいっか。あと2回渋谷にミュージアムに来るので、その時またパスタリベンジしようかな。やっと書き終わりました。あとはこれこの間写真に撮らなかったから、これから写真に撮ったり動画に撮ったりする場面です。こんな感じで30分くらいかな、雑記を書いたり、あとグッズを開封したりしてました。こんな感じでオタ活後のカフェでの手帳タイムでした。